お疲れ様です3月10日朝4時30分の暗号通貨ニュースでございます。見てください、時価総額が400兆円超えましたね。もう見る見るうちに、もうこの時価総額、つまり暗号通貨業界に流れ込んでくる資金が増えていってるってことなんですよね。いや凄まじいと思います、これは。で、24時間取引高っていうのも圧倒的になってますね。 いや、どちらにしましても、ビットコインですよ。また1000万を超えて、イーサリアム。もうこれも100万円って言ったのがね、おかしな話じゃなくなってきたでしょね、私が100万だのなんだよって言ったのって、13万とかあの辺の頃ですからね。もっと言ったら、イーサリアムが1万5000とか2万に落ちたときに、 あの、仮想通貨バブル崩壊の時に、イーサレンも買い込んでくれみたいなことね、言ったような動画がありましたけども、まあ、お前は買ったのかって言われたらね、ちょびっとだけ買いましたね。ちょびっとだけね。やっぱり下がっていく時に買うって結構怖いんですよ。皆さんも、あの、ご存知だと思いますけどね。でも上がってる時に買うと高値掴みしちゃうんですよね。だからこの辺に投資家として勝てるかどうかの、このポイントが出てくるんですよ、ね。値下がりするってことはみんなが売ってる時ですからね。 バーゲンセールしてるときに買わずに、高値でね、プレミアがついたときに買ったら絶対儲かんないですもんね。はい。じゃあもうちょっと進めていきましょうか。で、XRP とカルダノ、体の、体のもう100円切らなくなってきたんじゃないですか。で、イ犬ももう0.005円が当たり前ぐらいになってきましたんで、1月にね、イ犬5円0.0014円以下で買うという放送をもう滅うしましたけども、その時にもうしつこくしつこく私がね、放送したもんだから、 もうついつい買っちゃったって方、皆さんおめでとうございますと。で、利格のタイミングはもうお話しましたんで、今お持ちの芝居のコインは全部余剰資金の範疇だと思いますけども、いかがでしょうか。うん。まあ私の指示に従えってわけじゃないですけども、言った通りにやったら結局は儲かるっていう話になりますからね。はい。そして、注目のコインなんですけども、ちょっとね、GX チェーンを見てみましょうか。これ、GX チェーン。3月のおすすめコイン GX チェーンですけども、どういう風に買うかっていうとね、この、 ワンマンとか見てもらいたいんですけども、ご覧のように、上がって下がってがメリハリついてるでしょだから、100円以下で買って400円以上で売るんですよ。それ以外ないです。もう、それ以外の条件つけてませんからね。見てください。この3ヶ月、100円以下で買ってって言ったら、い場が必ず来るでしょ定期的に。 で、400円以上で売ればいいわけでしょ以前は300円以上で売りましょうって言ってましたけども、もう、まあ、それでもいいんですけども、今月から400円以上で売りましょうって話ですね。そうすると、この2プライスって言うんですけども、この利ザが取れるわけですよ。GX チェーンね、うん。素晴らしいじゃないですかね。で、GX チェーンは、えっ、ー、と、インドダックスで売買できますからね。これこれこれ、インドダックス。こ,こで売買してください。ちょっとクリックしてみましょうか。行くからインドダックス。はい、これですね。インドダックス。 扱うコインがずらーっと下に出てますけども、GX チェーン、それからワールドコインって言って最近出てきたやつね。これも売買できますよ。もちろん柴犬も大丈夫です。ねもう言うことないでしょ。これでね、金持ちになれないんだったら、もう何なのって話ですよ。<laughs> もう金持ちニュースばっかりですね。おめでとうございます。まあ、偶然なんですけどね。はい、それでは、失礼します。